ハイドリスピシャスの秘書を再現した、標本3万5千年前の化石名前の由来とされる、腹部の突起ガムシは、カブトムシメガムシ科の昆虫の総称。またはその中の大型種ハイドロファラスアキマネタス、モンシュルスキー、1853の和名。ガムシ類は、一般的に沼や池など、小さな止水系に住む、水性昆虫で、 外観からゲンゴロウ類と混同されることがしばしばあるが、系統的には遠く、エンマムシ類と近縁のグループである。ゲンゴロウ類同様、付属詩には水かきの役割をする細胞が発達するが、付属詩、特に後足の形態は、ゲンゴロウ類ほど特殊化が進んでいないため、ゲンゴロウほど流霊な遊泳は行わず、どの種類も、 まるで水中で体を小刻みに震わせながら、早く歩くといった感じの遊泳方法である。小型種では、遊泳模を描くものも少なくない。ガムシア族では、胸部下に後方に向かって、一つの尖った突起があり、これを獣の牙に例えて、ガムシと呼ぶようになったと言われる。多くの種は、淡水の水中で生活するが、水生昆虫として、同様に繁栄している。 言語ウ類と異なり、必ずしもすべての種が、典型的な水生昆虫というわけではない。ただし、典型的な水生昆虫ではない種であっても全く、水に縁がないわけではなく、湿原の水際の地表であるとか、牛や馬のような湿り気の多い海上の糞をする、草食獣の噴海中が、いわゆる陸生のガムシ類の生活の場である。成虫の食物は概ね水中のデトリタスである。 しかし、ガムシア小型ガムシエッジバイルニアタスキャシマーンシス、レッドティンバッカー、1892のような大型種では、青緑のような史上草類、黒物のような水生植物もよく接触する。ゲンゴロウ類のように生きた動物を襲うことはあまりないが、死んだ動物質を与えると積極的に摂取するものが多い。陸性ガムシ類のうち、 装飾中の粉海で暮らす種は、粉自体を接触する、粉色性と考えられる。呼吸に必要な空気の大半は、上羽根と腹部の間の空隙に蓄えられるが、表面張力によって、体の覆面に密接した細毛の間にも保持される。上羽根の下の空気の塊と、覆面に保持された空気の塊は、腹部の両脇越しに連結しており、 呼吸によってこの空気界の酸素が消費され、二酸化炭素が増加すると、水に広い面積で接した覆面の空気界から、水中への二酸化炭素の溶質と水中の溶存酸素の空気界への拡散が起こると、考えられる。こうして保持した空気の中の酸素が不足してくると、ガム種類の成虫は水面に浮上するが、ゲンゴロウ類と異なり、微端ではなく、 頭部の側面を水面に接する。頭部にある、区の事情で先端に玉感がある一体の触角は、水中では水中に突き出されることはなく、覆面の空気界の中に折りたたまれているが、この時になると、頭部の水面に接した側の側面の触角を、空気界をまとわりつかせたまま伸ばし、覆面の空気界を水面上の空気と連結させてしまう。すると、すかさず腹部を、 ポンプのように動かして上羽の下に蓄えられた空気を出し入れして、体に保持した空気を入れ替えてしまう。ゲンゴロウと同じように飛翔力を持ち、夜間、10日に飛来することがある。ガムシのメスは成熟し、交尾すると微単から剣視状の糸を分泌して、これで卵納を作り、その中に産卵する。大型種のガムシ、小型ガムシ、中型種のコガムシでは、 水面の水草の葉などでくるむように眉状の卵納を作り、卵納の頂部からはマスト状の突起を伸ばす。小型種の多くは植物や石などの表面に扁平な卵納を作るが、スジヒ平たガム種類は扁平な卵納を自らの腹部腹面に付着させた状態で作り、常にこれを持ち歩く。ガム種類の幼虫成虫と異なり、ガム種類の幼虫は全て肉食性であり、 小動物の捕食者である。ガムシや小型ガムシといった大型種は、水性の巻貝を主な獲物としている。こうした巻貝食の大型ガムシ類の幼虫の大顎は、左右不相性で、まるで缶詰を開ける缶切りのように機能して、巻貝の殻を切り裂き、中身を食べる。そのため、物荒いのような右巻きの貝や平巻き水マイマイの、 ようなレコード板上の平巻きの回では容易に接触することができるが、逆巻き貝のような左巻きの貝ではうまく接触できないことが知られている。獲物の肉の摂取方法は、言語ウ類の幼虫と同様の体外消化であるが、言語ウ類のように注射針状の大顎で消化液を注射し、溶けた肉を同じ大顎で吸い上げるということはせずに、獲物の肉を噛み砕きながら口から出す。 紹介器と混ぜ、溶けた肉を飲み込むという食べ方をする。幼虫の頭部は、胸部最前節である前胸の前端前面にではなく、少々背中よりから出るため上向き加減になっており。ガムシの幼虫は獲物を捕らえると、頭部をさらにのけぞらせ、後期と胸部背面で挟むように保持して接触する。コガムシ、ヒメガムシの幼虫は獲物を、水面から上に持ち上げて接触する。 二回の脱皮を経た幼虫はサンデー幼虫となり、十分に成長すると上陸して、サナギになる。子が虫のサナギと脱皮した幼虫の川水中から、上陸したサンデー幼虫は、土の中に穴を掘って、サナギ室を作りサナギとなる。浮化ご神成虫となり、体が硬くなると、サナギ室から出て水中へ戻る。浮化した成虫の寿命はおよそ半年から一年だと、言われる。 ありがとうございます。